大家族防災助の次男オリトと長男有馬と長女ユリとジョーです。今日はオーストラリア留学の話をします。留学待ってました。じゃあオーストラリアに留学するメリットについて5点ほど紹介したいと思います。本当にいろんなエピソードがあるし、みんなバラバラな留学経験なんで、最後まで見てもらいたいとかね。このビデオ見終わった頃にはね、もう抑え行きたくてたまらんくなって、もう抑え行きのチケット買っとるよ。もう買っとる。もう買っとる。まだ買えんか、ちょっと。みんながどんな留学をしたかっていうの、とりあえず私は多分この4人の中で一番留学経験があります。っていうのも小中高大全部。ちなみにクイーンズランド州と日本って1年ずれてるんですよ、学年が。なんで日本の年長さん、年長の学年の時にオーストラリアで1年間小1やって、で日本に来てまた小1に入学したんで、小1に2回やってます。そうで、あと日本の小2の時に6ヶ月ホームステイしに行って単独留学して、で小5の時にまた1年間行って、中1から中2の半分ぐらいまで行ったから、日本で小学卒業して中1で向こう行って、中2の途中でも日本に戻ってきて、中学校日本で卒業して高1高2をオーストラリアでやって、高3で帰ってきたけど高2を2回やったんで、高2高3高校全部で4年間やって、で大学も抑えに行ったっていう、結構行ったね。一時期ね、もうウリューとかヨリのこと知っとるか不安になって聞いたことあるもん。ヨリって誰か知っとるって。そしたらね、お姉ちゃんでしょ。お姉ちゃんっていう認識はあったけども、あんま誰か分かってないんだけどね。感情の入ってない、感情入ってない。お姉ちゃんでしょ。イオリ、うん、お姉ちゃんでしょ。時々家におる女みたいな。え、やだぐらいの感覚だった。いやだって、昔私がさ、家出た時はさ、リュウちゃんまだ保育園だったの。だけど、もう物心ついた時には私は自立して出とったけ。15歳生。そうよね、そう、15歳生。だってウリュウってさ、イオリに敬語使ってない？使ってないよ。使ってない。使ったらさすがに使ってない。だから使われたことない、敬語はさすがに。俺は初めて行ったのがね、日本の小2の時に、よりのその2回目か3回目ぐらいの時に一緒に牧場に半年行ったよね。で、オーストラリアで小3、小3、小5、小6かな、なんかそれぐらいの感じで行って、中学校卒業して高1オーストラリアで、日本に帰ってきてまた高1から3年間やって、で大学、高校卒業して5年ぐらいオーストラリア行って今みたいな感じかな。よりはだいぶ少ない。うん、オリトは？俺は高校までで言うと小2の夏休みに1ヶ月、小3の時に3ヶ月、小4で半年、小5で半年、またそれから小5から高校日本で卒業するまで9年間ずっと日本、どこにも留学いたぜ。 中学校高校は全部日本。そう、中学校高校まるまる日本で、で18、19になって日本、あ、オーストラリアに、帰ったけ。大学で。アニマよりもヨリよりも圧倒的に少ない、留学しとった年数とか将来的にどんどん減っていく。でもヨリでクソ気合い入れて、で俺でも頑張って続けようとしたけど、オリトぐらいで疲れてフックンとかになってきたらもう限界で、マイキンぐらいからはずっと日本諦めない。何回も行かす資金切れ、うん、そう、何回も行かすことがなくなったよ。行くやつはもう何年か、最低1年、2年ぐらいは行かせてっていうやっとったし、ホームセイ先で探すのも大変だし、いろいろね、困難があった。ジョーは？ちなみにジョーもオーストラリアと日本のハーフです。うん、オリトと基本的に一緒で、小4の頃1年間ニューサウスウェルズ州のブルーマウンテンズっていうところあるんやけど、そこにおじいちゃんが住んどったから1年間兄弟で、それ以外は基本的にまあ行ったり来たりすることもあったけど、高校までずっと福岡で、で大学オーストラリア、シドニーの大学。え、生まれは？生まれも福岡。生まれも福岡で、ずっと福岡で長いこと言ったのは小4が初めて。小4、1年間初めてやね。本当山の中で。その時初めて英語勉強したの？まあなんか親父と喋るから、なんとなく分かっとって、アルファベットの方がひらがなより先に覚えたらしい、うん、やけど、幼稚園の頃とかどっちが英語なのか日本語なのかっていうのが分からん状態でこう喋っとって、幼稚園のビデオかなんかで撮影されて日本語と英語が混ざっとるのを聞いて、他の子が笑っとったのを聞いて、笑っとって、それすごいショックやったの覚えてる。映像が残ったね。そう、だからそれが結構ネガティブに働いたなと思う。日本で育っとってあんまりこう英語を使っちゃいかんのやみたいな。いや俺もそうだったよ。俺もね、小学校からもうできたけど、小学校の時友達の前で英語使わなかったの。恥ずかしかったね。それが嫌で、英語喋ってって言われて嫌だった。そう、めっちゃ嫌で絶対に使わなかった。それがね、
今度別のビデオでやりたいけど、あのバイリンガルな子供を育てる上ですごい重要な点やからさ。じゃあオーストラリアに留学するメリットについて、一つ目は一番オビエスなやつ、英語学の上達。そうね、まあオーストラリア英語圏やから。オーストラリアって何語って言われるけど、小学校の時はオーストラリア語、そうそうそう、オーストラリア語喋ってってよく言われかったの。言われよった小学校の時。まあその訛りがあるとか言う人もおるけど、日本語にこう関西弁があったりね、博多弁があったり広島弁があるように方言レベル、てかまず私が思うのが、オーストラリアの英語が喋れたらどこももう分かる、どこの方言。例えばアメリカの英語勉強したら多分オーストラリアの英語難しいかもしれないけど、うん、オーストラリアの英語先に習ったらどこの英語も聞けるようになると思う。確かに、そう、ね、一番強いもんね、一番強い、まあ、スコットランドぐらいはね多分きついな。2点目は教育水準の高さ。まあ、私今仕事でオーストラリアの留学関係とか教育の専門をしてるんですけど、私は特にクイーンズランド州っていう州の担当してるんですけど、例えば大学でいうと大学10校をクイーンズランド州にあって、全てが世界トップ800にランクインしてる大学。それってすごいこと。めっちゃすごい。例えば日本とかだったらすっごい大学の数が多いけ、学歴だったりとか大学のレベルがすごい変わる、うん、多いからこそ。でもオーストラリアはその大学の数が比較的少ない、40校ぐらい、そうそう、全部で43校ぐらい、でなんで全ての大学にすごくこう力を入れてるっていうので、うん、世界基準でいうとどこの大学に行ってもすごく教育の質の高い、うん、あの授業が受ける。日本みたいにその大学、一つの大学のこう学歴、大学のレベルを見るっていうよりも、各大学に専門分野があって、例えばこの大学に行ったら海洋学が世界トップレベルだったりとか、うんうん、この大学に行ったら、まあ、アーツがすごく強いとか、コミュニケーションがすごく世界トップレベルとか、うん、この大学はまあ医学部がとりあえず強いとか、うん、その大学っていうより大学の中のその分野別にすごく見るっていう特徴が。ちなみに私たちみんなオーストラリアの大学出身なんですけど、みんなどんな分野。私は国際ビジネスの勉強大学でしたんだけど。これは動物生態学、サンシャインコースト、強い、それは強い、強い、強い、でかく、今しかもどんどん強くなってきてるし、そう、ちなみにサンシャインコースト大学はこの分野がすごく人気っていうか、多分ググったら、あの動物生態学専門にやりたい生徒は多分サンシャインコースト大学が一番に出てくるぐらい、うん、結構専門的にやってる。まずホームページの一番上にカンガルーがおるけんね中庭にカンガルーがおるけん、ね、サンシャインコースト大学は。でそのカンガルー のそこの地域 その平均個体数を、まあ、10年前とこうなんか比較したりとか、そういうフィールドワークも現場っていうかもう学校でできるっていうのがね、すごい良かった、うん、なんで物理的な、ね、アドバンテージがある。サンシャインコースト、うん、地方の大学っていうのが。オリちゃんは何の分野？俺が勉強したのは、ビジネスとスポーツ、そうスポーツスタディーズ、うんうん、そうマーケティングと、スポーツサイエンスコンバインド。そう、俺が始める2年前ぐらいにできたその学部だったけ、結構小規模の人数で授業も行われとったりして、あとあの実習もあって、地元のフットサル協会で実習できたりとか、サッカーチームとかで実習できたりとかして、それもサッカーとかスポーツってオーストラリアって結構地域に密着したスポーツのクラブがあって、そういうとことリンクしてあの実習できたのは、多分あまり日本じゃできんような経験だった。それは良かったと思う。ジョーは大学？ウェスタンシドニー大学っていうシドニーの西の方にある大学で、結構新しい大学、通訳と翻訳を専攻してたね。日本と英語？日本語と英語。30年前ぐらいにできた結構新しい大学で、いろんなアフリカ系とか中東の移民がいっぱい来とった時に、その人たち の大学が必要だってことで当時の首相が作った大学なんやけど、南スーダンの難民の人とか中東系の人がすごい多い。通訳のコースも4つあって、基本的に中国語、日本語、アラビア語、スペイン語なんやけど、アラビア語がすごい多いし、アラビア語と中国語がすごい人が多くて、日本語は3人ぐらいしかおらんで、クラスメイト3人で、日本でいう、こうストレートで大学に行って、まあ、当時18歳19歳とかやったのが俺一人で、オーストラリアのそこの大学に行きたいと思ったのが、俺はその通訳と翻訳を勉強したいと思って、いろんな国探したけど、オーストラリア そのウェスタンシドニー大学が世界中で唯一学士で通訳と翻訳を専攻できるっていうところやったから、そこに決めていって、卒業するタイミングで国家試験を受けて、その通訳と翻訳の国家試験に合格できんかったら卒業できないってことで、すごい難しい試験で、
まあ、そのぐらいこうモチベーションがあった方がいいなと思って、そこに入った。日本だったらさ、大学名だったりとかで選びがちだけど、うん、オーストラリアはさ、大学名っていうよりも何がまず勉強したいかっていうのを決めてから、うん、じゃあその分野でいい大学に行くっていうような選び方、うん、それが結構違うと思う。何が勉強したいかって分からない人のためにすごくいいのが、オーストラリアだとやっぱ大学のレベルがどこも同じぐらい高いから、ある程度の成績を取っておけばいろんな学部に移ったり、ひいては大学を変えることもできる。ゴリトもやった大学変えたい。変えた。そう、2回ぐらい2回変えた。学部変えた。俺は最初1年生はエンバイロメントサイエンスやっとって、生態学のがメイジャーだったけど、同時に変えた。そういうのが日本だったらできるの、うん、1回もう1回入った大学と大学学部をもうずっとするっていうの、うん、その代わり、ね、勉強たくさんしないめっちゃサボれるけど、サボったらもう落ちる単位取れん。入るのはすごく簡単だけど、卒業するのはすごい頑張らないと、うん、単位1個落としたらもう実質留年よね、うん、第3個目、治安がいい。中社会じゃないっていうの大きいと、まあ、日本はすごい多分治安いいと思うけど、もう日本と変わらんよね、変わらんレベル。そのなんか90年代後半にタスマニアで銃乱射事件が起こったらしい、確か50人ぐらい亡くなったから、すごい凄惨な事件があって、そこで当時の首相がもう銃を買い占めないかんって言って買い取ったよ、その銃を持ってる市民から。でそこから一切そういった銃の乱射事件みたいなのは起こってない、うん、っていうので、結構アメリカで銃規制の話になるときに、オーストラリアはできたのになんでアメリカはできないんだって、うん、まあ、もっと複雑なんやろうけど、オーストラリアではできたことの話、戸締まりはした方がいいけどね、うん、あとその辺に物とかレストランとかで置いとって取られるっていうのはあるかもしれない、うん、身の危険を感じるようなことはほぼないかな。4つ目が多民族国家。オーストラリアは3人に1人が移民、自分か両親が外国生まれの人で成り立ってる国。もちろん中国系のバックグラウンドを持ったオーサイ人もいれば、インド系のバックグラウンドだったりとか、ヨーロッパ系のバックグラウンドを持ったオーサイ人がすごくたくさんいるんで、まあ、オーストラリアって一括りで言ってもいろんなこう文化のバックグラウンドを持った人がおるっていうので、いろんなこうコミュニケーションの取り方が勉強できるっていうのが、例えば私のオーストラリアの高校時代の親友はモーリシャスのお母さんだったけど、その子自身はもちろんオーストラリア生まれオーストラリア育ち、完全にオーストラリア人として過ごしとったけど、例えば見た目は私みたいにちょっとアジアが入っとったり、アリマもそうだった、友達、俺も友達も見た目はもう中国人だけど生まれも育ちもオーストラリアで、もう喋ったら普通にオーストラリア人と変わらないっていう感じ。オリトはおった、オリトの友達の中では、うちオーストラリアで作った友達、本当多人種で、アジア系のバックグラウンドを持った人は、まあ、サンシャインコースト その地域柄少なかったんだけど、大学に行ったりすると本当に留学生がめちゃくちゃ多いけど、見た目で判断しないっていうところはある、ね、オーストラリア人で、いろんなバックグラウンドが持ってる人がおるって分かっとるから、みんな、うん、地元の人もそういう意味でも留学生として日本人で行った時、その目立たいの、そう、目立たない、うん、顔を刺されたりなんか入れられるっていうか、馴染めるよね、うんうん、シドニーもそうだった。場所による、本当これは大学にとってウェスタンシドニーはアフリカ系とか中東系がすごい多かったから、大学の寮に住んどった時にアフガニスタン出身の人を送って、まあ、難民なんやけどさ、イスラム教徒やからさ、なんかお祈りを起こしとるのを見たりさ、オーストラリア行ったことなかったらオーストラリアイコール白人社会っていう風にイメージするかもしれんけど、いろんな人種とか考え方の人がオーストラリアっていうのを構成してるなっていうのを、オーストラリア人でさ、その父親が白人やとさ、やっぱ日本に住んどったら気づかん部分やからさ、オーストラリアに行くことで本当に世界中の人がおるから、その英会話教室でやられないようないろんなカルチャーショックが、ね、多様な多様性をこう知れるような、アクセントとかも、ね、全然違う人も多いし、全部英語だけど、宗教もだし食べるものとかみんな違ったりする。なんでオーストラリア人って言っても何々系オーストラリア人っていうのがすごい多いんですよ、ね、日本人がオーストラリアに来るってなると、日本のことについてこれどうなのとか聞かれることあるから、自分の国のことをもっと勉強せないかなっていうのを思うと思う。俺らはさ、そのオーストラリアにおるときはさ、日本のこと聞かれて、日本におるときはオーストラリアのこと聞かれてるけどさ、勉強してないと話せることないんですよ、逆に。私も知らんかったこといっぱいあったもん、オーストラリアに行って初めて日本のこと聞かれて、確かに分からんわみたいな、日本の外からさ見たことないけどさ、日本がいろんな国の人からどのように見られとるかっていうのを見てもらう。まあ、確かに日本ってこうでしょとか聞かれたりするもんね、サムライおるんでしょとか忍者とかそこは正してあげた方がいいし、あの国の文化をもっと知ろうっていうきっかけになったりするし、一番最後にオーストラリアは5つ目、時差が
少ない。で1時間とか、あと、まあ、サマータイムデイライトセービングして1時間プラスして2時間とか、うん、私たちがおったクイーンズランド州に関してはもう通年1時間、うん、日本より早いよね、1時間。そう、早い。なんで日本とも連絡取りやすいし、そう、その事前の準備だったりとか現地とのコミュニケーションもすごく取りやすい、うん、で行った時に時差ボケがないっていうの結構いいと思うんだね。ないね、全くないよね。経験したことないかも。俺ない、俺もない、うん、アジアしか行ったことない。あるよ、私がヨーロッパ行った。あ、そうか。時差ボケ経験した。初時差だったわ、きつかったわ、うん、結構ね、意外に留学においてすごく重要で、特に今はさ、コロナで留学あんまり できに今だったら全部オンラインになったっていうので、うん、すごいオーストラリア注目されてる。教育の質プラスそのオンラインだったりとかライブで授業が受けやすい1時間しかないので、うん、yes。 今回は5つのポイントに絞ってね、うん、留学について本当はいっぱいもっとあるけど、うん、多分今のが動物とかね、動物がいっぱいもっと、自然とかね、自然とかね、うん、まあ、それ間違いない、めちゃくちゃいい、そう、うん、そう、今のが多分私たち世界から見てもオーストラリアが留学先として一番いい、私たちが思うメリットの5つ、この5つの条件を満たしているのはオーストラリアぐらいじゃない。なんでこの動画を見た人はきっとオーストラリアに留学したいなって思ってくれたはずなので、その他オーストラリアだったりとか留学についてなんか知りたいですっていう人いましたら、まあ、チャンネル登録と高評価、コメントもね、コメントも高評価お願いします。 Thank you and see you in the next video. Thanks for watching.